I stand as a samurai. Muy buenas a todos, soy Tostón, este es mi canal. Os traigo una cosa que es el Making of dentro de Nioh 2, ¿vale? Es un vídeo que dura una hora y está por web y cosas japonesas y lo quería traer para el canal, ¿vale? Esto ya es para fanáticos de la saga Nioh que quieren ver cómo se hizo Nioh 2 y os lo dejo aquí y vamos a ir viendo, dura una hora, está interesante. Este es Fumiko Yasuda, director ejecutivo de Nioh. Antes del alfa, que se lanzará el alfa, 10 semanas antes del alfa, os supongo nervioso. Antes a añadir, ya sabéis que Nioh 2 salió justo cuando nos encerraron, ¿vale? Para algunos fue, bueno, que no nos volviéramos locos. Gracias a Nioh 2, esto no sé si lo he dicho en algún vídeo, pudimos, ¿vale? Dentro de Nioh 2, ¿vale? Nioh 1 が2017年に出て、その時はウィリアムというキャラクターが海外からやってきて、日本にやってきて、そこで侍になっていくっていうストーリーを軸にしていたので、まあ、侍のアクションであったり侍との戦いっていう部分が色濃く入ってたんですけど、まあ、ニオ2は前作にもあったけど侍のバトルだけじゃなくて、まあ、妖怪との戦いみたいなところにより、まあ、集中したタイトルにしようっていうのは決めていて、まあ、侍としてのアクションっていうのはいろんな武器だったりしっかりニオ1で描けたとは思ってたんですけど、まあ、より妖怪のアクションっていうものを入れようとして主人公に妖怪の力を持たせてというところで、まあ、これまでと少し違う、まあ、リアルな侍の戦いっていう部分もありながら妖怪対妖怪っていうところで、まあ、これまでなかったアクションを見た目の意味でもゲームデザインの意味でも入れたいという部分がコンセプトでNioh 2はスタートしました。当初からコンセプトとして、まあ、妖怪をしっかりフォーカスしようっていうのがあって、やっぱりNioh 1で初めてシステムゲームデザインというものがあって、まあボリュームの意味でも品質の面でも出しきれなかったっていうのは1の反省としてあったので、2に関してはそこはしっかりまあアップデートをかけたりいろいろ要素を変えたとしてもバリエーション、ボリュームというよりはバリエーションだと思うんですけど、遊びのバリエーションという部分がしっかりプレイヤーに楽しんでもらえるようにっていうところは、まあ、変えずに最後までやりきれたかなと思っていて、いいですね。でもすっごい前な気がするけどまだ2ヶ月ぐらい経ってない、TGS どうだったかな。でも一番きつい時期は TGS が最初でしたね。一番きつい時期というか、きついなと思ったのが一番最初は TGS の時でしたね。それビルドの準備とか、そうですね。TGS のあの出店ビルドは結構迷ったんですよ。本当は最初のステージって出したくないんですよ。やっぱりお客さんが初めてやった時にねっていうのもあるから、だけどなんかやっぱり今回イメージとしてやっぱ桜があったから、そうですね。出さなきゃね。そうそうそう。あとまああの時初めてトキロとムミを出そうっていうのを決めてたから。5月にアルファ体験のクローズドだったんですけど、まあ、そこでいただいた意見だったりを対応現場でして、まあ、それ初めて実際お客さんに触ってもらうっていうのが東京ゲームショウのタイミングで、
それ自体はまあどういう反応なのかなっていうのが楽しみ半分不安半分で東京ゲームショーを迎えたっていうのが、覚えてますね。実際開発の進捗というか開発の状況としてはその後すぐベータ体験版の、リリースも迫ってましたし、まあ、何より全体の開発のスケジュールもまあもちろん非常に切羽詰まった状況だったっていうのもあって、それらがあとはちょうど音声収録とかもやってたと思うんですけど、そういったのが重なって非常に忙しい時期というかなかなか大変な時期に東京ゲームショウを迎えたっていうのも覚えてますね。一番その TGS みたいなタイミングって現場の状況と外に見てもらうっていう状況が乖離するタイミングじゃないですか。現場は全然まあ正直できてないだけど、お客さんにちゃんとね荷物をどうプレゼンするかみたいなことを考えると、まあ、すごいしんどい時期ではあるんですね。やっぱ基本的にはできたところしか見せられないしっていう時だったから、結構やっぱり8月はきつかったですよね。ちょうどビルド作って音声収録も同時期にやってて、そうで、まあ、絵もやっとできたかできないかぐらいでしたね。キャラクターモデルがあの時、そうそう、だから、アルファ体験版の方が先ですよね。そうですね、そうですね、4月、5月がアルファ体験版だったから、グラフィックが良くねみたいな、そうですね、まあ、評価は悪かったですね、正直、うん、時から T13 が、結構ナイーブになってたというか、金子さんが俺がね金子さんが金子さんが何ぶりだ俺がねそうは見えなかった。そうっすか。フィナーでテガンニンカ、desarrollo gráfico alguno lo que no tendáis es un trabajo de hormiguita, sección polígono por polígono, esto es un arte, ¿vale? Kaneko-san とは最初に会った時が、私が新入社員で入って金子さんがちょうど30歳になったっていう時で、その時も彼はデザイナーとして第一線で活躍していて、忍者ガイデン2のキャラクターデザインをやってた時で、でも私も金子さんもタバコを吸うので、まあ、そういったところですごく話す機会が多かったっていうのは、まあ、未だに変わらずありますね。で、まあ、その後私がディレクターになって忍者ガイデンを作って、で金子さんはデッドアライブの方のチームに行ってたんですけど、その後久しぶりに一緒のタイトルになったのがニオで、まあニオの時に金子さんが CG ディレクターで私がディレクターでっていう時に久しぶりに会ってやるようになったっていうのがありました。そうですね、安田はだいぶ私よりも後輩なんですけど、まあ、今はもうちょっと役職的には逆転してますけど、そうですね、関わり方的には、でも最初は本当に安田も一プランナーとしてレベルデザイン、ガイデン2では多分レベルデザインやってたと思うんですけど、まあ、そういうところで、まあ、単純に仲良く、まあ、してて、でガイデン3だったかな、その時は安田がディレクターで、私はちょっと最初の方のデザインだけやったんですけど、まあ、そっからですかね。で、そうですね、私にとっては、まあ、割と社歴が長いんで、あんまり私になんか構成や合わせっていう人がいないんですけど、まあ、安田は、
まあ、はっきりそのできたものに対して安田が思ってるその価値観でないい悪いとかかっこよくない可愛くないとかこれが足りないんじゃないかっていうのを、まあ、はっきり言ってくれるんで、まあ、私もそれを受け取ってああなんかかっこよくないんだなっていうのを、まあ、理解した上でアップデートしたものをさらに見せるっていうのが今ずっとそうですね安田と私の関係でいうと、まあ、そういうところですかね。本人には絶対に言わないですけどまあ、この会社のデザイナーのデザインの中で私は一番金子さんの絵が好きで、まあ、それは実際こう最初に上がってくるものっていうのの驚きもあるしさらにリクエストを出した時のレスポンスっていうのも決してレスポンス早くはないんですけどただまあ素晴らしいものに絶対仕上げていってくれるっていうのもありますし、うん、そういった意味で、まあ、彼と一緒にできるタイトルっていうのはすごく楽しんでできるなっていうのがあります。日本で選んだトーンっていうのは本当に侍っていうベースはしっかり史実というかみんながかっこいいと思うその日本の硬派な侍っていうビジュアルを守った上で、まあ、そこに足すエッセンスみたいなのが、まあ、多分日本の作り方だとは思うんで、まあ、守護霊であったりとか定的キャラクターに人間もいるし、まあ、妖怪もいるっていうで妖怪自体のデザインもその鳥山石燕とかそういうなんか馴染みのあるというか実際その浮世絵にあったような妖怪を出してるんで、まあ、そこが妖としての全体というか世界観というかの元になってるものだと思うんで、うん、今ある日本ワンのテイストがまあ日本らしさみたいな形にはなっちゃいますね。ずっと一概だし、うん、喫煙所でも一緒だからね。一個と山ほどあるとは思うんですけど安田の方がね、うん、そんなないですよね。そんな俺金子さん大好きっていつも言ってますから絶対嘘だ。いや本当本当いつも加納さんいないとこでは加納さん褒めますからね。そうそうそう絵は上手いそうだね確かに。うーんサウンドでもやっぱり距離離れてるっていうのが良くも悪くもですけどやっぱり市ヶ谷と吉野の距離って俺結構大事だと思ってて、あ、はいはい、でサウンドは逆じゃないですか、はい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 、で僕もやっぱ毎日会うといろいろこうなんだろう言っちゃうと思うんですけど、基本なんか あんまりそこまではね、基本実装されたものを見て気になったことだけを言うっていうのはワンから変わってないと思ってて、それはいやそれはねすごいやりやすいからですよね。だから僕はあんま細かいとこまではね基本お任せしてるし、まあ出来悪かったら多分言うと思うんだけど、ちゃんと仕上がるから金子さんと違って吉野さんにはその関係性ができてるなってあのいい距離がね距離感Para mí Kaneko uno de los mejores diseñadores gráficos del mundo junto al de Konami junto al desarrollador de los Serious Film. Esto para que lo sepáis. Otra cosa son los motores gráficos, lo que es filtro, pero a nivel de diseño artístico este para mí uno de los mejores del mundo junto, como dije, el de Konami, el de los Silent Hill, ¿vale? Y yo lo traeré en otro vídeo. 私はもともと光栄という会社に入社していて、光栄テクノロジーズになる前に光栄側で戦国無双というタイトルをやってまして、で、あの2王の1が走り出す頃に戦国無双がちょうど落ち着いた頃だったので、次にどういうタイトルやりたいみたいな話を、まあ、当時の上司から言われて、そこにたまたま2王っていうタイトルがあってテクモ側のタイトルでしかもチーム忍者がやるっていうので興味そそられて、じゃあこれやりますって手を挙げた形で、参加することになりました。吉野さんとは日本ワンで初めて仕事自体を一緒にしたっていうのがあって、まあ、最初は、うん、
ちょっと年も近いので、あの、まあ、いろいろ飲みに行ったりして、好きなゲームだったり好きなゲームの音楽だったり、まあ、ゲームに限らず音楽私も好きなので、いろんな話ができたっていうので祈祷後は早かったかなと思いますね。で、実際NIOが始まって、どうしてもサウンドのディレクションというかリクエストっていうのを私から出すときに、言葉がすごく音楽って難しいと思うんですけど、しかも今回作曲家が菅野雄吾さんにお願いしてたっていうのもあって、そこですごく丁寧な翻訳だというか、言葉を選んで相手に伝えてくれる人だなと思ったので、まあ、それって僕の言葉もちゃんと理解してくれないと難しいし、相手に伝わるようにっていうところですごく丁寧にやってくださって、実際すごいいい曲が上がってきたりっていう経験もあったので、まあ、そういったところで本当に信用するようになって、信頼も私はものすごくしてるので、NIO2に関しては、音声収録とかに関しては私も参加させてもらうことが多いんですけど、あの BGM に関してはほぼお任せだったっていうところはありますね。実際何個かの曲はもう絶対こうしてくれっていうふうにリクエストを出してましたけど、それも何度もリテイク重ねるようなものではなくて、うん、だから1の時よりも2は本当に吉松さんがしっかりコンポーズのところをしっかり管理してくださって、うん、デザインとかに比べると逐一見てお願いするっていうよりはかなりお任せで気になったことだけ言ったっていうような形でしたね。Claro, obviamente mejoró la banda sonora en NIO2, como podéis ver, los soundtracks son buenísimos, ¿vale? Más bien escuchar la banda sonora de NIO2, es fabulosa. Es el café de Tokichiro, la voz. ¡Oh! すげえなと。ほら、拾うもん拾ったらこっちに来てくれ。おい、いつまで拾ってんだよ。早くこっちに来てくれよ。はい、カットします。3番良かったんですけど、もうちょっとなんか呆れた感じでもうパターンもらっていいですか。はい、怒ってるっていうよりはなんか。Se parece al Tokichiro, ¿eh? Del juego. Sí.はい、カットします。ありがとうございます。大丈夫ですか？大丈夫です、はい。で、ちなみに前回なんですが、ここのセリフの部分、こういうふうにいただいてますっていうのを一度流します。おい、待て！そこまで！っていうところなんですが、そうですね、そこまでっていうところをより強くちょっと言っていただいて、はい、距離感出してください。一度ちょっとテスト行ってみましょうか。はい、はい、そこまでやっぱりより強くなるといい感じですよね。そうですね、距離がちょっとあるんで、うん、そこまでのところをより強くちょっとかけてもらっていいですか。はい、じゃあもう一ついってみましょうか。テスト本番、次本番でいこうと思ってます。はい、はい、おい待て、そこまで。はい、カットします。これぐらいだと大丈夫ですか。そうです、はい。
スのごめんなさい、それに合わせて29番もちょっとセリフっぽい部分ではあるし、はい、このゲームの特質上いろんな人にこう攻撃したりとかできるんですね、はい、で秀吉に攻撃することもありますプレイヤーさんが、はい、だけどやっぱりキャラクター的には死ぬわけにはいかないので必ず回避します、はい、その回避するときの声になってますはい、はい、ちょっとこう避けるイメージで、はい、はい素早くやっていただけるとありがたいですではお願いしますはい、お願いします。はい。うわ、いや、うわ、秀之助、しつこいぞ。何すんだ。はい、カットします。オッケー。終わりな。大丈夫ですか。はい。あの間って切れますよね。はい。はい。でしょ、ファンの乗ってる。ホタタか。オッケーです。いいテンションでした。ありがとうございます。ああ、飛び散らってましたよ。じゃあ、じゃあ、それ大丈夫ですか。大丈夫です。終わりな。サンドドクター。というと基本的にはもうサウンド全般を管理するというかあの統括する仕事なので、まあ、サウンドといえば音楽もそうだし、効果音だったりあとはボイスそれとあのカットシーン中の演出だったりとか音に関わるものは全て統括することになってますなんで、まあ、今回音楽はあの菅野雄吾さんとか真鍋明宏さんですあの劇版系の作曲家に出してたりしますけどそこら辺も全てひっくるめて私の方で統括して見ているという形になってますからの違いっていう意味ですけど一番最初にある程度方針決めをしっかりしてあの今回で言うとあのキーワードっていうのを決めましたそのキーワードっていうのが、緊張感っていうものと爽快感っていうものあと没入感この3つ の, あの3本柱をサウンドで表現していこうっていうのを一番最初に決めてで、特にあのゲームとしての記号化っていう音の記号化っていうところにあの意識をしてサウンドデザインをしていって記号化っていうとどういうことかというと何でしょうねあのただ単にリアルにものを作るんではなくてこの音が鳴ったからこういう状況なんだなっていうのをユーザーさんによりよく伝えられるような表現をしていこうっていう意味で前作にはあんまりそういうことを意識できてなかったところなんですけど今回はあのアクションゲームとしても何でしょうねその音を聞いたおかげでプレイがより良くなるみたいなところを意識しましたそして竹中さん2つ目のこんなもんかいでのじっていうところなんですけどちょっと鼻の下こう指でこすってるようなちょっと変な感じでもう一つもらってもいいですかはいよし俺の勝ちだなこんなもんかひでのじはいカットしますいい感じにムカつきます。Es que en Nier 2 Tokichiro es un personaje bastante principal, ¿sabes? Y la historia. だから今回ね、なんかこう変な話、忙しい。ですけどサウンドとアートの人も絶対出るべきだと思うしこういった場に、うんうんうん、っていうのはやっぱそれはありますよねやっぱだってニーヤは横尾さんいて岡部さんいて田浦さんいて前斉藤さんもいる、うん、でペルソナの方が綺麗かな、うん、話としては橋野さんいて、うん、目黒さんいて副島さんがいてっていう時になんか匂ってねじゃあ誰が作ってるのっていう時にあんまり顔が見えないというか、はいはいそういったところはなんか良くないなって思うのはあったんですけど実際まあ他のタイトルだったり他社さんでっていう部分も、まあ、それがスタンダードになってきてる昔だったらやっぱりプロデューサーだったりディレクター一人で出てみたいなのやってましたけど、まあ、実際今そんな一人二人で作れるわけがないので実際に現場で活躍してる人っていう意味でディレクターの役割でやってる人っていう意味で出るべきだなっていうのが一つありますでその一方でもう一つはニオ1と2って実は、まあ、金子さん吉松さんっていうメンバー変わっていなくてサウンドディレクターアートディレクターっていうところで言うとただ、まあ、彼ら自体が
やっぱりニオワンがなんか僕に良かったねとかいう時があったので、いや一緒に作ってたでしょっていうのもあって、そういった部分のこうスタイルを変えてほしいなっていう部分は理由としてはありました。まあ、会社としてもそんなにどんどん開発のメンバーを表に出してっていうようなルールはないし、だけどあの2人と一緒にニオ1やってニオ2作っていくって時に、まあ、よりちゃんとダイレクトにお客さんに対して自分が出て行って話すっていうディレクターであるべきだって思ったし、実際その能力も実績もあるわけだから、そこはそういった意味で絶対に出てほしいっていうのはかなり早い時期に、ニオ2が始まったぐらいの時期にあの2人には言っていたので当然のことだと思いますし、すごく2人にとってもいいことであればよかったなって思ってます。Cuando se le pone cariño a una saga, pues se refleja en el producto, ¿no? Luego, las lobbies son los que, o las prisas, vale. 世界初公開。puede que no そうですよ。初プレイですよ、ここは。いきなり逆行くっていう。あるあるです。まあ、そうですね。なんでか。バグだけは見つけないでください。la oficina de Sony.La revisión. ここは今どういう状況なんですか？ここは今手紙をもらってちょっと妖怪を倒してくれと。ああ、で妖怪退治に来てる。そうですね。一番最初なんで。なるほど。この辺は前と馴染みのある感じですね。はい、馴染みのある。帰れないの。あ、これもそうですね。強制的に今回はこれで。はい、わかりました。安田さんって全部ディレクションするんですか？こういうところとかも全もう全て最終チェックは自分で。そうですね。2になってだから1の時とサウンドディレクターとアートディレクター一緒なんで、まあ、ある程度任せてありますけど、うん、ここはこの人ここは見ないみたいなのないですね。今回安田さんプロデューサーでもありディレクターなんですよね。今兼任してやってますね。僕ブラッドボーンの時プロデューサーやってましたけど、結構プロデューサーとディレクターって違う、なんなら逆な動きだと思ってるんですね。はいはい。もちろんジャミアでしょ。何ていうの。エシャリジャミナ作品と商品みたいな。なるほど。作品がディレクターがやってってことですか。はい。で、まあ、商品の責任者だと思うんですけど、なんていうんですか。評価が高くても売れないとダメだし、はい、まあ赤字なんて持ってのほかだしみたいなところもあって、で結構そこの相反する部分があると思うんですけど、どうやってその一人で折り合いつけてるんですか？そうですね。なんかそれこそよくあるクオリティと納期の話とかも、はいはい、どっちをやるかみたいな。そうですね。それにディレクターであれば、クオリティ上げたいだろうし、でもプロデューサーだったら、まあ、当然ねその天秤かけて納期を上げるタイミングがあった方がいいのか、うん、の納期を取るのか、そうですね、クオリティを取るのかっていうのもあると思うんですけど、時期によっても違うし、はい、そうそうそうですね。まあ、その辺って、まあ、たまにいらっしゃいますけど、ディレクターってプロデューサーやる人ってすごいなと思ってて、はい、分けるんですかね、その今はプロデューサーの今はディレクターのみたいな判断とかでってことなんですね。はい、私はだからもともとディレクターニオワンでもやってて、まあ、ニオワンはどうしても品質だったり、はい、そういったところで評価されて、まあ、2作れるような状況になったって思ってるので、はい、そこはもうなんか基本は品質を常に重視してやってましたね。
まあ、それが結局、まあ、商品として伝わるものになるっていうところで、でも当然なんか逆のことも強いられる場面とかもあると思う。そうですね、もちろんもちろん。ブニョの開発が始まった後にブラッドボーンがリリースされて、まあ、それで、まあ、当然あの私もプレイして素晴らしいゲームだなと思って、で、まあ、その後ですね、ニオの体験会だったかな、その時に山際さん来てくださって、実際あのニオをプレイしていろいろアドバイスくださったのが最初の出会いだったんですけど、私にとってはあのブラッドボーンのプロデューサーっていう意味で、まあ、いったアクション RPG を作る上で素晴らしいタイトルをプロデュースされた方っていうのがまずありますし、うん、山下さんは私以上にチャレンジのあるゲーム、その東京ジャングルだったりとか、そういった新しいタイトルのプロデューサーもやられてるんで、そういった意味でもすごく面白い方だなって思うんで、まあ、たびたび会って話聞かせていただいてるって感じですかね。確かにその5号で迷う時とかはありますけど、その時はもう経営レベルか現場か両方相談してこう、まあ、どっちが今は正しいかなみたいな感じで、あ、でもすごいですね、それはやってますね。大変だと思いますけど、いや僕の場合は、まあ、完全にその自分の言葉でも、作品って言わないようにはしていて、商品とか商品であったりとかタイトルみたいな言い方、まあ、なんか変なこだわりなんですけど、はいはいはい、作品って言っていいのはディレクターとか、まあ、チームの人とか。何ですか、それってディレクターやった時は。あ、いや違います、もともとディレクターとかですよね、やってましたけど、ね、その時はもう全然俺のものだみたいな感じでしたけど、はい、まあ、なんかそのディレクターやってて初めてこっちの SIE に移って、でプロデューサーをやるって時に、まあ、決めたことの一つですね。あ、でもそれ面白いですね。他にもその、まあ、せっかくのディレクター経験あるんで、はい、やっぱりその一番のそのタイトルであったりとか商品のファンでありたいとか、うん、チームだとか、まあ、もちろんディレクターの人を支えたいみたいなところはあって、まあ、そこが一番信じられる人間でありたいと思っていて、でそのために、まあ、でもなかなかその口が上手であれば信じてなくても信じてるように言えるじゃないですかあのすごいんですよこの商品はみたいな。そういうプロデューサー多いですもんね、まあ、ちょっと僕なかなかできないんでいあの私もね増えてなんで、まあ、できればいいんですけど、まあ、できるようにっていうか本当にそれを心から思えるようにはいはい、はい、例えばディレクターの人とかチームの人にこういう風なものが、うん、必要だからとか欲しいんでお願いできないですかとか、あるいは逆の要望とか、もしくは話をすごく聞いてて、なんか面白いフレーズを見つけてくるとか、はいはいはい、ブラッドボーンの時だったら宮崎さんとの何気ない会話とかで、彼が死闘みたいな話をしてバトルのテーマを語ってた時に、死闘感ってすごいキャッチーじゃないですか。そうですね、実際キャッチコピーに使われてましたよね、はい、その死闘感とかをそういう風に採用するとか、はいはいはい、まあ、まあなんかすごくこう自分が信じられるように、うん、その商品を愛せるようにみたいなのはすごく心がけるようにしてました、はい、なるほど。確かに作ってる人の言葉っていうのはすごい、まあ、キャッチーじゃないものも多いとは思うんですけど、でもやっぱり真理ではありますよね、はい、作ってる人の何かから出てくるものって結構あるじゃないですか、ね、真理が、でも逆に一言でこのゲームを表したら何ですかっつったら、すげえ僕それ苦手なんですよ。同じこと言われました、一言で言えるんだったら作ってないよってコンピューターゲームの。そうですね、それはズバリとか言われると、そうだね、ズバリかってなんか それこそエレベーターで30分で話しなさいみたいなあ30秒かで、そうですね、プレゼンしなさいじゃないんだからみたいな。確かに、あのジブリの鈴木さんが言っててそうだなと思ったけど、作るっていうのを、作る伝える売るみたいなのやっぱ揃わないとダメだみたいなおっしゃってて、ずっと作るところに僕いたんで、
それなら今伝えるとか売るっていうことも考えなきゃいけない立場になってる時に、やっぱ伝えるっていうところすごい大事だな、まあ、伝えるっていうのも、まあ、こっちの伝えるもそうだし伝わることもそうですけど、はい、そういう時はやっぱり的確な言葉だったりっていうのはなんか選ぶように見つけるようにっていうふうにはなって、でもそれ実は作る時も結構いいなって思う時があって、現場でディレクションする時とかに、なんか、はい、でも大体現場からそういうの出てきますよ ね、 そうですね、なんかそこに落ちてるというか、実際にあの嘘はつけないんで、ないものありっていうふうには言えないから、そこに多分あるんだろうなと思うんですけど、はい、これまでずっと作るっていうところでディレクターはもう10年ぐらいやってるので、そこでいろんなジャッジだったりいろんなアイデアだったりっていうのはこれまでもやってて、まあプロデューサーって本当仕事してんのかなっていうのはずっと思ってたんですけど、まあ、実際やってみると仕事かなり多いしハードだなっていうのは、まあ、感じましたね。その、まあ、さっきの言葉の続きになりますけど、作る伝える売るっていうのがやっぱりこれまでその順番だと思ってたんですけど、まあ、同時にやらなきゃいけないっていうのが、まあ、大きな発見としてあったなと思ってて、まあ、当然伝えながら、まあ、特に体験版とかやる以上は最後だけ伝えるんじゃダメだし、それは現場に対してもどういうことをやりたいっていうのは、まあ、お客さんがいる上でどういう伝え方をするか、どういう、まあ、売り方っていうのも直接お客さんに売るわけじゃないにしても、どういった伝え方をするかっていうのをものすごく変わらず通して、まあ、ディレクターだけをやってた時以上に意識するようになったので、いろんなジャッジもそうだし、いろんな言葉一つ一つ取っても、まあ、そこは大きく自分も変わったかなとは思ったので、まあ、今後またずっとプロデューサーとディレクター兼任したいかって言われると、マスターアップ直後の今は絶対にノーですけど、ただ経験としては本当に、まあ、NEO1をディレクターやった上でこれができたっていうのはものすごく、うん、良かったことかなって思ってます。これブラッドボーン作ってた時に、はい、まあ、気をつけてたことでもあるんですけど、はいはい、まあ、言うてもダークソウルとかデモンストロとかありましたけど、ブラッドボーンから始める人もいるとは思うんで、そういう人たちにも入ってもらえるように、まあ、従来のファンの人もそうですけど、なんかこう難しいんだけど乗り越えたら楽しいよとか、 あとはそのゲームが上手くなくても学習したりとか経験したりを繰り返すことによって、まあ、ゲームが下手でも乗り越えられるんだよみたいなことを示したくて、はい、で結構まあ、その頃からっていうか動画とかも流行ってたんで、動画で見せたりとかプレイの様子を見せたりとか、自分が実際まあ、ステージとかでいろんなところを各地回らせてもらったんですけど、見せて僕でもできるんだから皆さん大丈夫だよみたいなメッセージを込めてやっていこうとしてたんですけど、日本の最初のプロモーションの時ってどういうふうに考えてたりとかしました？最初そうですね、これは歯応えあるよっていうのを前面にまずはっていうところがあったんで、とにかくみんなでプレイして死ぬところを見せようみたいな逆に歯応えを見せたって感じですか？そうですね。で、まあ、ただちょっとずつ進んでいくよとか、はい、まあ、ボスも惜しかったけどもうちょっとで倒せたけど倒せなかったねみたいな感じで、なんていうか動画とかイベントが、あ、うん、今回はちょっとだから要素が多いんで結構スーパープレイみたいなを見せてるんですか、はい、数に関して半分ずつぐらいになってますね、開発で上手いメンバー連れて行って、あえてすごいプレイ、そうですそうです、まあでもそうですね、いろんな要素をこう使いこなすとこんなアクションできますよみたいな、それは確かに続編ならではの、そうですね、やっぱり1やった方にはどうしても新要素とか見せるときに、まあ、なかなかこう何ですかね、アクションが得意じゃないようなプレイスタイルだけだと物足んなく見えるのかなとかってあって、あとまあいわゆるそのソウルライクなゲーム好きな人もそうですけど、チーム忍者が好きな人もいるじゃないですか。そうですね。その人たちがどういうものを求めてるのかなとか、
buena la conversación con el productor de Blue Burner. Bueno, el evento final 2020 en febrero. ここはニオン1の時にものすごく苦戦したというか難しいところだったんですけど、まあ、ファンがいわゆる0人っていう状態からスタートして、まあ、そこから体験版減るごとに最初は単純に気になって触った方もいたでしょうけど、そこからベータとか製品とかになっていった時に面白くなったねっていうところですごくこう、まあ、まさにエンゲージしてくれる人が増えたなっていう実感はあってっていう時に、まあ、今回実は体験版だけで言うと1とアルファやってベータやって最終体験版っていうファイナルでやってっていうところは試作として一緒だったので、まあ、そこは変えたいよねっていうのがあって、実はだからアルファはクローズドにしたりベータはキャラクタークリエイトのコンテストだったり要素としてゲームとして入れてたりっていう部分はあって、まあ、よりニオというタイトルに興味持ってもらう、特にまあずっと応援してくださってる方も多いので、まあ、そういった方たちにちょっと目先が違うことをやりたいなっていうのでやったのがあって、まあ、ニオ1の時もたくさんそういった例えばスクリーンショットのコンテストとかやってはいて、もちろん送っていただいた方には感謝してるんですけど、絶対数があまりにニオ2のキャラクターグレードのコンテストとかだとものすごい数の応募があったり、そういった部分でより多くの人とより密にコミュニケーションが取れるようになったっていうのはものすごい実感して、開発していく上ですごく励みにもなったし、最終的にそれがニオ2に結実してるといいなって今思ってますね。ニオ2だからこそできたっていうところですけど、体験版をいくつか出させていただいて、その体験版のためにユーザーさんの、フィードバックをいただいて、でそこで意見を吸収する、それをゲームに反映させる、まあ、それはズバリユーザーさんが求めていることそのものなので、それはぜひゲームに入れ込みたいなとはずっと思ってます。で、まあ、それを第一に作ってたっていうのもあります。プレイヤーの皆さんに実際触ってもらって意見を聞くっていうのは社内外で常にやっていて、それはチーム内でも常にやってますし、それがまあ一番大きいのが体験版実際オンラインで遊んでもらうってところかなとは思っているんですが、まあ、今回1の体験版だったりそういったチューニングテストプレイっていうのに比べるとすごく難しかったのがやっぱり2なので、1を例えば1000時間やったっていう人と、まあ、初めて2を触るっていう人があまりに意見が違って、そういった意味で、まあ、難易度っていう部分で言うと、まあ、正直どこにアジャストしてやっていくかっていうのは迷った部分はありましたけど、やっぱりそこは、楽しさと理不尽さみたいなところで、まあ、それぞれどっちが勝ってるかっていうのをいろんな人の属性を見て意見見てっていうのをまあ繰り返していったっていうので、あんまり完全にこうしようみたいに決めて動いてた部分はなかったですけど、そこはかなり大小タイミングっていうので繰り返したっていうのは1以上にやってたことでしたね。そのどこまで何を変えるかっていう境目がやっぱりなんかそのさじ加減というか、変えていいのか変えてよくないのかっていう判断がかなり難しいような、まあ、それは外伝作ってた時よりも時間が経ってユーザーの思考が変わってとかっていうのは多分あるとは思うんですけど、そこの判断というか、まあこれは匂うでこれは匂うじゃないよねみたいなのがかなり、そうですね、新しいことは入れたいけど、でもそこのアイデア実際その匂う1にはめてみるっていうのを想像すると、まあ、それ匂うじゃないんじゃないのみ
たいな、なんていうんですかね、本当考えるのが難しいというか、っていうのが苦労した点なんですかね。はい。なんかそのなんか売れるってことへのプレッシャーはそんなにな、CG はなかったですね。そうですね。まあもちろん損益は絶対超えないところでそしてダメだけど、でも、そうじゃないところで言うとプレッシャーはやっぱ1はなかったし、なんか結構ギリギリまで本当にみんなで頑張って。そうですね、もう終わった時が終わった時っていう感じでやってたけど、そうですね、でもそれがやっぱ2はちょっと変わったんですよ ね、 そうですね、やっぱり1の逆算でみんな、そう、本当そう、だ今ちょっと苦しいのは多分それが理由だとは思いますね、1の時は本当にもうみんなぶつけ本番というか、で失うものがないっていう形でやってたけど、1の評判とか、そういうのを踏まえて2を今作ってるから、ね、ちゃんと1を超えなきゃいけないとかっていうところはね、本当にそうですね、意識は変わりましたよね、そこでね、多分。アルファ体験版の時とかは1と全然変わってないみたいな意見は、やっぱすごい辛かったですね、1もだから評判が良かったり、お客さんが喜んでる分も変えちゃいけないっていうところもあったけど、やっぱりものすごくこれじゃあ 1.5 だよねっていうのは、ね、それはみんなで話しましたけど、じゃあどうするっていう時に、なんかあの時初めてなんか2がちゃんと始まった感覚は少しあって、ただね、これはちょっとあれかもしれない、2を作るのを舐めてたかもしれないですけど、その続編ってことで、なんか延長線上にいればいいのかなと思ってたんだけど、やっぱあそうですね、アルファ体験版とかで一緒やんみたいな、あでも僕も最初はそうでした、あの未次元とかやってた頃は延長線上で行けばいいと思ってたんですけど、僕はちょっとアルファよりちょっと前かだったかもしれないですけど、アルファだと UI とか全部前作もありますからね、そうですよね、そうですよね、あれで2ですっていうのは確かにね、そうですね、ゲームする時の安心感っていう意味で、まあ私がちょっと今回の方針の一つとして掲げてた没入感と爽快感と緊張感、これをまあ共存させるためにそれぞれのバランスがまあ必要になってくるんですね。で、特にベータ体験版の時のフィードバックで、あいたたたと思ったのが、敵を攻撃する時のヒット、攻撃がヒットした時に鳴る音、これが小さい、音量が小さい、迫力がないっていうフィードバックが意外と多くて、割とそれは狙って小さくしてた部分も私の方ではあったんですね当時。なぜならあんまり大きいとうるさくなっちゃうんですね、ゲームをやっていて。でゲームプレイ中の体験として一瞬の手応えは感じるけど、長い目で見るとだんだん耳が疲れてきちゃって長くプレイできないっていうことに陥ってしまうので、そこは割と意識的に何でしょう、ちっちゃめちっちゃめっていう風なデザインをしてはいました。ただベータ体験版のフィードバックでそこを指摘されて、あやっぱそう感じる人もいるんだなと思って、そこはちょっと見直して、そこからまた調整し直したっていう流れがあるので、だからフィードバックを経て実際自分が思ってたものとは結果的には違うものにはなったんですけど、それをフィードバックがあった頃からこそ、少なくともそのあのまま発売してたら満足してくれなかった方が大勢いらっしゃったっていうのは、この今回の試作の、体験版のおかげで回避できたんじゃないかなと思いました。でも1の時から思ってたんですけど、やっぱりアクションゲームって本当に最後の 1,2 ヶ月で面白く今別に自分に言い聞かせてるわけじゃないですでもそういうもんだと思ってて、だけどだいたい10ヶ月前ぐらいにアルファ体験版を1も2も出してるじゃないですか、あのタイミングでアルファ体験版出すって結構狂気の沙汰だと思うんですよ ね、 そうですね、正直なことを言うと、そうだと思います。だけどなんかそこでいいってポイントと悪いってポイント、しかもまあダイレクトにお客さんからもらえるっていうのがなんかすごくこうプロジェクトとしてはいいなと思っていて、いや容赦ないじゃないですかアンケートとかもね、そうですね、グラフィックな僕も結構に、まあ、日本語と英語はある程度読めるのでバーって見ますけど、
本当の本音の答えが、しかも無料だからなおさら、なんかそういうのって無料だからちょっとやってみようっていう人たちの意見ってすごい大事だと思うんで、そういうのはなんかすごくいいなと思ってて、だから俺2話の後が結構ね自分のスタンスとしてはちょっと大変だなと思ってて、体験版ずっとやりたくないんですよ。でもすごいいいなと思ってて、やっぱねずっとずっと同じ顔を見て仕事してるとまあ、ヒルじゃないですか、まあありますね、だけど体験もやるとお客さんの意見でこうやっぱり、ね、あちょっとやりすぎたなとか逆に全然届いてないなっていうのがはっきりするから、でもねやっぱり本当言うとちゃんとこうそういうのなしで撮って、うん、ローンチのタイミングなりでいいものを作るっていうのを考えた時に、うん、ちょっとやっぱ体験版っていう、こう試作にずっと甘えたくはないけど今はなんかこんなにいい方法はないなっていうので2もやったっていうのはありますけど、やっぱり途中で見せるってのは悪いことじゃないなと思う。現場はしんどいですよね、でも特に CG はね、製品版にしろってことですか。そうですね、お客さんの触りでしょうね、なんか作り方がね変わりますよね、それでね、そうですね、アルファベータとかは気になるのは結構遊べるじゃないですか、日本の体験版。いや、そうですね。遊ばせ過ぎだろう。過ぎなんじゃないかと思って、もったいなくないみたいな。そうですね。そうですね。うん。それね、社長にもよく怒られるんだけど、小山さんにもね。うん、だけど、あれやった方がゲームできるじゃないですか。まあ、そうですね。っていうのはちょっとある。やっぱりみんななんかこう、社内でのチェックって結構みんな甘えるというかそんなに気にしないじゃないですか、うん、だけど社外に見せるってなるとみんななんかこう、ね、お前そんなプライドあったのってぐらいみんな本気になるから、うん、あれは結構驚きますけど、でもそれは結構僕は利用してるとこもあって、うん、出すよって言ったらすごいみんなチェックもするし、そうですね、だから今全部体験版の範囲じゃなくて全部やってるじゃないですか、ひどいもんですよね。出す時やりゃいいんでしょみたいな、だからなんで本気を出さないのかって俺はいつもね開発には言うけどね、うん、でもどっちもありますけどね、その想定して許容する時とやっぱりプレイヤーの皆さん本当上回ってくるじゃないですか、上手いですよね、あと想定外のことをやっぱりされてきますよね、まあそれはそれで楽しんでくださるんだったらいいんですけど、うん、でもブラッドボーンとかもあの RTA とかあるじゃないですか、はい、ああいうのって開発の時にイメージされてるんですか、もうデモンズでやってた人がいるんで、はいはい、ブランドでなってやられるだろうなと、うん、まあ、そういう風な楽しみ方も一つあるんだろうなと思っていて、はいはい、でそこは全然いいと思ってるんですよ、なんか意識したゲームデザインとかは特にそうですよ ね, そうですよね、お客さんがその遊び方も見つけてもらうっていうことです、はい、まあ、意識しようがないというか、そうですね、そうですね、確かに何時間なら正しいのかとかって分かんないですもんね、なんでまあそのもちろん推奨プレイではないとは思うんですけど、はいはいはい、最初はみんなあんなにうまいわけではないんで、そうですね、恐る恐るじゃなって、でもそれでも繰り返し遊んで、はい、うまくなっていったりとか、いきなり別にそういうプレイして楽しんでもらうっていうのは全然あの自分たちから手が離れれば楽しみとかユーザーさん次第だと思うんで、もう bueno ver el productor de Bloodborne jugando。でもワンよりきつい気はします。僕は今回は。ああ、いや、僕も正直言って、なんかワンの時って。僕はやめようと思ってたんですよ、うん、だってディレクターやってうまくいかないこともあったし、だけどもう今回本当本気で
全力でやって、納得いくまでやって、ダメだったら、ね。Sí, están hablando que es más difícil ni el toque ni uno, sí. Estoy de acuerdo en esto. Más complejo, más complicaciones, núcleo. Y los combates, obviamente. Se tiene que dar más golpes. Como director de título, ¿no? Muy bien, ¿sabes? それ自体が最近ニオとかニオ2とか作ってる場合やっぱりプレイヤーがどう感じるかっていう、まあ、それは概念経てそうなったのかもしれないですけど、プレイヤーがどう感じてプレイヤーがどう面白いと思うかとかっていう、完全にそっちのプレイヤー目線 の, あのディレクターに慣れてるんじゃないかなって私は感じてます。ニオ1はいくつかもやりきれなかったこともいっぱいあったし、でニオ2でしっかりそこも含めて、まあ、特にアクションに関してはきっとダウンロードコンテンツだったりでもっと新しいアクションだったりさらに磨いたものっていうのは作れるとは思ってるんですけど、まあ、ストーリーとか世界観っていう点で言うと、まあ、ある程度ニオ1と2で一つの形は作れたかなと思うんで、もちろんこのゲームデザインだったりこの世界観で将来的に3は絶対に作るべきだとは思うんですけど、それをいつやるか誰がやるかっていうのはしっかり考えて進めていかないと、それはまあお客さんにも失礼だと思うし、ニオ3のことはニオ1の時以上に考えてないですね。なんですかね、もう半年後発売から、まあ、確かに1の時って結構さっきのその良かったねっていう時期だったかもしれないですよね、その発売してからの後、うん、確かに反省ではなくてモチベーションはでも高かったですね、うん、間違いなくやっぱり、うんうん、みんなモチベーション高かったと思う、うん、今思い出すと、うんうん、まあでも一緒ですけどね、前もやっぱ発売前というかマスター前はみんな疲れてるし、うん、すごく疲弊してるからすごい話をしてもやっぱ響かないじゃないですか、うん、まあ、基本僕の話ってイコール仕事を増やしてることが多いですからはい、はい、でもその後 DLC がスタートしたタイミングはやっぱものすごいみんなモチベーション高かったかなとは思いますね。だからまあ分かんない、半年後にしろ何にしろね、そうであってほしいなと思って今やってますけど、どうなんだろうね、半年後まだね、ニオ2出てないかもしれないからね半年後に、半年後ね、まだ作ってるかもしれない、ね、だったら最高のものできると思いますけどねもしそうだとしたらでも多分同じ話全然できないもんね。でも僕だから結構締め切りって好きなんですよ、半分、うん、ないと終わらないじゃないですか、まあ、もちろんそれはそうですよね。そうだからマスターアップとか発売日っていうのは、うんうん、僕は伸ばしたことがないので、自分の状態で。で、フェチャリミテで必要な要件なのかなと思います。Si no, el juego nunca acabaría, dice, de producirse o crearse. 今、チーム忍者の担当でもあるので、まあ、そこで、チーム忍者のタイトル、他のタイトルに関しても、しっかり立ち上げていきたいなっていうのが今あって、まあ、一つは、まあ、発表されてるんであれですけど、しっかりワールドワイドで新規 IP にチャレンジするっていうのは、コエテクモとしてもチーム忍者としても決めてるタイトルがあるので、まあ、そのタイトルのディレクションをしっかりやっていきたいなっていうのが一つと、もう一つはまあチーム忍者で複数のタイトルを同時に動かせるチームにしていくっていう意味で、自分以外のディレクターであったりプロデューサーであったりっていうものと協力して、まあ、しっかりチーム忍者の存在感を出していけるっていう風にしていきたいなって2つの軸で今考えてます。理想をどうしてベストの方、ベスト、うん、じゃあやっぱニオ2がちゃんとマスターアップしてお客さんに受け入れられてっていう状況がベストですよね、うんうん、そうですね。3はじゃあどうするっていう話ができてればね、うん、いや3ねいや理想の話だよ。俺先週リカさんに言われてさニオ3は絶対やるからって言われて、もう苦笑いしちゃったもうネタないよと思って恐ろしいですね正直そうでしたね。
今考えられないです正直。あの、ニオワンの時もやっぱ2のことなんて考えてなかったです、うん、正直、うんうん、その時でも小山さんにお前2やるならどうするか考えとけよって言われて気が早いなっていうのが正直な印象だったんだけど、うんうんうん、だけどまあね、1が結果出たから今2やってるけど、でもあの時ある程度コンセプトは決めてたんですよ実は、うんうんうん、ニオ1が発売2月だったんですけど、うん、年末ぐらいに言われて、うん、DLC やる前にちょっとでも2考えとかなきゃなと思ったので、ちょっとだからプロットもいじったし、うんうんうん、その辺はでも、まあ、やっぱあの辺は経営の人の視点なのかなと思ったけどね、うんうんうん、で僕らだって成功するか失敗するかとかまで考える余裕が正直ないから、うんうんうん、あの時期は終われば本当にいいっていう状況でやってたから、うんうんうん、でもあの時決めたコンセプトは実はまあ2はベースですね、うんうんうん、秀吉をフォーカスするってことは決めてなかったけど、うんうん、あの時でもちょうど僕もずっとチェックしてて、うん、なんかこう侍にちょっと限界もあったし、うんうん、じゃあそのなんか妖怪のアクションもやりたいなとか、うんうんうん、もっと派手なアクションとか、うんうん、そういうのは入れたいなとか思ってたのはベースとしてあったから、うんうん、これはまあ良かったのかなと思いますけど、うんうん、本音言うと勘弁してくれと思ったけどね、1もできてないのに2を考えろっていうのはすごいきつかったし、そうっすよ。いやもうほんと3の話できてたら一番いいと思いますけど、半年後に9月に、うん、あ発売から、うん、まあ、本当にこの NEO2 の全体のことをもう一回やれって言われたら似たような感じになっちゃうかもしれないですけど、この3ヶ月とか半年に関して言うと、うん、もっと早くジャッジできたことはあったしとか、うん、っていうのはありますね。まあ、今後も、まあ、いろんなゲーム出てくとは思うんですけど、まあ、そんな中で、まあ、2017年と2020年に NEO1-2出ることになるんで、まあ、そこでその年にあったタイトルとしてはしっかり記憶に残ってほしいなっていうのもあるし、侍のアクションだったりとかそういった部分ですぐに思い出されるような記憶に残ってるようなタイトルになってればいいなって思ってますね。難しいね。なんだろう、うん。あんま考えてないかもしれないですね。そうやってどういうタイトルになっててほしいっていうのは。ただ、まあ、例えばNEO3を僕か僕じゃない誰かが作るとしても、お客さんがすごく期待してくれるようなタイトルであってほしいなっていうのは本当に思ってます。NEO2, todo lo que nos presentó el juego principal y lo mejoró sustancialmente a Tommy, estas son las NEO, bueno, NEO, bueno, iba muy rápido. Bueno, espero que haya gustado esto, chicos. Esto es para muy fan de NEO, ¿vale? Esto, pues bueno, ver lo que le habéis visto, tomando un café, comiendo. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Y espero que hayáis disfrutado este Making of, dentro de NEO2 en el desarrollo y sus desarrolladores. Hasta la próxima.